ごきんよう、オリピーです。皆さん、植物をめでてますか？今日の動画はこちら。ユーケラが主役です。主役のユーケラの花壇作りです。ここはオリーブの木で作った世界に一つだけの花壇です。ここをね、ユーケラの花壇にします。オリピーは今ね、4種類のユーケラを育ててます。日向に2種類、日陰に2種類植えてあります。今ね、その状態をちょっと見てみましょう。このユーケラはハルディンさんのユーケラグリッターという品種です。花壇にユーケラを植えました。エリアは日向エリアです。日向エリアに植えてあるんですが、花壇のため水はけがよく、根がね、多分たくさん成長してます。かなり大きく成長してくれてます。こちらはハルディンのヒューケラチェリーコーラです。日陰エリアで地植えしてあります。特に水はけはよくいいというわけではないんですけど、やはりね、大きさはね、大きく育ってます。こちらはハルディンヒューケラライムリッキーです。日陰エリアで地植えしてあります。ライムグリーンの葉っぱが素敵ですね。大きさもね、まあまあな感じですね。こちらも4つ目はハルディンヒューケラシャンパンです。こちらはね、日向エリアの地植えです。これね、ちょっとね、やっぱね、小さいんですよね。これ小さいんですけど、オリピーね、このヒューケラ葉脈とね、このカラーがね、すごい好きなんですよ。ヒューケラシャンパンは移植します。まずね、ちょっと一回り大きく斜めね、45度ぐらいでこのスコップを刺していきます。こんな感じですね。こうぐるぐる一周こう回しながらスコップを刺していきます。そうするとね、こうヒューケラがね、ちょっとね、グラグラしてきます。はい、取りました。これをちょっとね、ポットに入れておきます。根が乾かないように土をこう入れておきます。あとでね、ちょっとね、水をこうかけておくといいですね。花壇に植えてあるヒューケラも一旦掘り上げます。掘り上げは移植と一緒で、スコップをね、斜め45度にこう刺してぐるーっと一周刺していきます。そうするとね、ヒューケラの株がこうグラグラしてきます。結構このヒューケラ大きいですね。やっぱり日向の割にはね、やはりね、大きく育ってます。さあ、もうじき抜けますよ。どうでしょうか。はい、掘り上げました。どうでしょう。株分けもしてしまいます。あ、今ね、ちょっとね、ミシッと言いました。はい、どうでしょう。これでね、一株分けられました。またね、ヒューケラを増やす動画はグッドボタンだったりコメントをね、たくさんいただければね、あの動画作りますので、ぜひお願いします。チャンネル登録もお願いします。このチェリーコーラも移植します。さっきとね、一緒なので、ちょっと早送りします。早送りだとあっという間だ。ユーケラ一つ買ってきました。ハルディンユーケラパリです。葉脈が素敵で、緑のこの綺麗なね、色、お花もね、ちょっとピンク色っていうか赤色の花も咲きます。
ヒューケラの苗の準備ができたので、今度はね、花壇作りです。オリーブの木で作った世界に一つだけの花壇です。今からここのね、あの土作りしてきます。だいたい深さはね、30センチぐらいを耕します。ここのね、横にオリーブの木が植わっているので、そのね、根が結構出てくるんですよね。なのでね、まずね、これ耕してます。オリピー、ぜひ皆さんグッドボタンを押して応援してください。腐葉土を入れます。腐葉土を入れて水はけを良くして、またね、土の中のね、微生物くんもね、増やしてくれます。ゼオライトを入れます。ゼオライトは根腐れ防止です。よくかき混ぜます。腐葉土は完熟 100% を使っていただくといいですね。完全に熟してないと発酵が進んでしまって根をね、傷めます。なのでね、必ず完熟 100% って書いてある腐葉土を使ってください。オリーブの木をね、こう置いてきます。ちょっとね、どうしようかちょっと悩んでますけど、向きがね、反対ですね。こっちでちょっと花壇を作ります。こんな感じにしようかな。こうやってね、やっぱり花壇作ると水はけがね、良くなるので、植物がね、やはりね、育ちやすくなります。ぜひね、お家のこう庭があってもちょっとね、花壇をね、こう土をこう持ってあげるだけで植物の生育がね、結構ね、変わってきます。花壇はこんな感じです。ヒューケラを仮置きしていきます。まずね、先頭はこちら、ヒューケラのパリ、これをね、一番手前に置きます。オフランスでございますやはりね、生産者さんが作った苗なのでね、とっても綺麗ですよね。これやっぱりね、オリピーの苗とはね、ちょっと大違いですね。これすごい綺麗です。右にね、グリッターを置きました。さあ、これシャンパンです。うわ、素敵。これをね、左のね、ここ真ん中ぐらいですね、ここに置きます。左に置こうと思ったんですけどね、シャンパンちょっと奥に入れてみましょうかね。こうこんな感じで、じゃあ最後はこちら置きます。チェリーコーラとライムリッキーです。こんな感じで置いてみましょうかね。でもね、なんかね、ちょっとね、葉脈が綺麗なので、このね、葉脈のないチェリーコーラとライムリッキーをね、真ん中にちょっと入れます。そうすることで、このね、葉脈がとってもこう綺麗に見えるかなと思います。それでは植え付けしてきます。ヒューケラの、ね、植え付けはね、浅植えが基本です。こういう風にね、あの買ってきたね、ヒューケラは浅植えしてください。浅植えにして、こう 成長点をね、埋めないようにします。チェリーコラ植え付けします。移植したヒューケラはこのね、芽のとこっていうんですかね、これがね、わさびみたいになってます。多分ね、あの掘り上げたことのある方とか、あの育てててる方、よくね、芽の下を見るとこうわさびみたいになってます。こういうわさびみたいになってるのは深植えして大丈夫です。新しいね、芽のとこだけ出して、そのわさびみたいになってるとこはね、埋めてしまって大丈夫です。深植えしてください。
残りの2つのねヒューケラもライムリッキーとこのねグリッターも植え付けします。そういえばねこのグリッターのお花ねめちゃめちゃ可愛いです。すごいおすすめです。これ春になるとねこうちょっとこう草丈がこう伸びてきてこうベル型のね花を咲かせてくれます。日向の方がねやっぱり草丈はこう高くなるのでこのねちょうどね花壇のとこはね日向になるので結構ねしっかりした花が咲きます。すごい可愛いです。これをねオリピーで、花瓶に飾ったりドライフラワーになんかにもしてます。これがヒューケラの花です。今回の動画いかがでしたか？ヒューケラの世界に一つだけの花壇でした。ぜひね良かったかなと思う方グッドボタンチャンネル登録もお願いします。オリピーでした。じゃあねー。